松江市の月正寺にある墓所、松平春里は、江戸時代後期の大名。出雲国松江藩十代藩主。官位は、十四位下、自重、では守る、左この江県少将。直政家越前松平家宗家七代目藩主。江戸時代の代表的茶人の一人で、豪の不昧で知られる。その茶風は、不昧流として現代まで続いている。 その収集した道具の目録帳は、雲州造長と呼ばれる。寛演4年2月14日、六代藩主、松平総広氏の次男として誕生。明和4年、父の隠居により、家督を継いだ。十代将軍、徳川家春からの返帰と、祖父、千正氏の署名、自家号の一時とにより、春里と名乗る。この頃、松江藩は、財政が破綻しており、 周囲では、運州様はおそらく滅亡するだろうと囁かれるほどであった。そのため、春里は、過労の朝日茂穂と共に、反省改革に乗り出し、積極的な農業政策の他に治水工事を行い、木綿や朝鮮人参、チョ、ハゼなどの商品価値の高い特産品を栽培することで、財政再建を試みた。しかしその反面で、 厳しい政策が行われ、それまでの借金をすべて防備期、反殺の使用禁止、厳しい倹約令、村役人などの特権行使の停止、年貢の徴収を4公6民から7公3民に、するなどとした。これらの倹約、引き締め政策を踏まえ、安永7年に、井上栄介による、防災林事業が完成、天明5年の清原多平による佐田川の治水事業も、 完了し、これらの政策で藩の財政改革は成功した。これにより空になっていた藩の金蔵に多くの金が蓄えられたと言われる。ただし、財政が再建されて潤った後、茶人としての才能に優れていた春里は、1500両も、する天下の名器、油やかたつきをはじめ、300両から2000両もする、茶器を多く購入するなど散在した。このため、 藩の財政は再び一気に悪化した。文化3年3月11日、家督を、長男、蔡久氏に譲って隠居し、文政元年4月24日に死去した。去年68、墓所は、松江市の月少寺。弟、広氏親は、徘徊などを良くする、趣味人の松平接戦として知られる。明治維新後も松江藩中高の祖や茶人として評価。 されており、松江市殿町鎮座の松江神社に主催カミラと共に1931年に廃止された。松江市は没後200年の2018年から不満以降200年祭として記念事業を計画している。明日の4月24日を茶の湯の日とすることを2017年に決めた。AB100 メギ1918 p200 メギ 1918p5 古田商勤熊倉伊佐夫前茶とその美前途農学、シャペリカン社、総書前途日本文化1997年 ISBN 4から8 3 1 5 0 8 0 2 0ピアニッシ,シモ、90から95大名茶人松平不枚子三院中央新報社2018年12月21日閲覧 ただし、砂糖など、当時の高級食材をふんだんに使用した乙女菓子であったため、反省時代の庶民には購入できるような金額でも、なく、一旦は途絶えており、明治中期以降に製法を再現、復刻されている。4月24日は、茶の湯の日記念事業ロゴマーク決定、山陰中央新報2017年8月4日。ありがとうございます。